あれから日にちが経った今でも感謝の連鎖が止まりません。どうも、日いずる国 TV のお時間です。台湾に対するワクチン提供による反響、もうすっかり落ち着いたと思ってたのに、どうやらとんだ思い違いでした。もし私も産経新聞を購読してたら、朝からタオルが手放せなかったような話をどうぞご覧くださいませ。13日付の産経新聞に、ありがとう日本などと題した2枚の全面広告が掲載された。新型コロナウイルスワクチン124万回分を台湾に無償提供した日本政府と国民に対し、感謝の気持ちを伝えるため、約130の台湾系企業、団体などが共同出資して掲載されたものだ。台湾人有志一同と署名された1枚の広告は、艦南未新城、まさかの時の友こそ真の友ということわざを引用し、台湾が困っていた時に迅速に救いの手を差し伸べた日本に対し、台湾民衆の素直な感謝や、コロナ禍の後日本の友人と早く再会したい気持ちが込められているという。金融機関の連邦銀行グループ、大手市自由時報グループ、総合不動産企業ローン三輪グループが協賛した。連邦銀行の林高連頭取は、ワクチンを提供してくれたことに対し、私たち台湾人は本当にありがたく思っていることを日本の皆さんに知ってほしいと思いを語った。一方、台湾を代表する動物クロクマが登場する2枚目の感謝の広告は、財団法人台湾伝統基金会の呼びかけに応じ、わずか4日で126社の企業や団体が集まった。 IT 企業、証券会社、病院、学術団体、スポーツ関連団体など業種は多岐にわたり、日本や米国の台湾系企業、団体も複数参加した。これらの企業と団体は、今回の広告を通じてワクチン提供への感謝とともに、これからも日本と友好関係を推進したい気持ちを日本の読者に伝えようとしているというとの内容です。ちなみにこれが産経新聞のそれぞれ1面ずつに大きく掲載された広告ですが、何も知らずに新聞開いたとしたら、一気に涙腺崩壊ですよね。それにしてもわずか4日の呼びかけで126社もの台湾系企業が賛同するなんて、つくづく台湾は同じ価値観を共有できる数少ないところだなと思います。また先日のプライムニュースでは、産経新聞台北支局長の矢板明夫氏がライブ放送で出演されていて、台湾在住の矢板氏によると、現地での反響が予想以上にすごいらしいです。例えば矢板氏本人はワクチン提供に関わっていないのに、いろんな人から電話やメールでありがとうと感謝されたり、外に出てタクシーに乗っても運転手から感謝されることがずっと続いているとのこと。さらには新聞社として記事を作ろうとするにも、台湾総統府からや副総督の頼清徳氏からも感謝のコメントが出たり、行政委員長や外交部からも同様のコメントが。同じニュースであらゆる省庁から感謝のコメントが出てくるので、正直新聞記者としてどれを書いたらいいのかわからないなどと嬉しい悲鳴が出ていました。また現地のテレビニュースでは、日本から提供があるまでは普通に他の国からワクチンを購入しようとしていたものの、中国からの邪魔もあり全く思うように進まず、そんな中日本から5月末ぐらいに無償提供しますと話があって、なんと早くもその1週間後には届いたことにすごく喜んでいて、ずっと干ばつが続いていたところに恵みの雨が降ったという表現でも報道されていたようです。ただし、そういったいいニュースが流れる中で、先日にはまるでどこかの工作員が書いたのかとも思えるニュースもありました。10日のスマートフラッシュには、日本からのアストラゼネカ製ワクチンに台湾在住日本人は中国製打ちたいの声と題して、記事の中には台湾在住の日系企業社員が、アストラゼネカ製のワクチンには副反応についての深刻な症例報告があります。当然こちらの日本人社会からは、まるで毒味薬だという声が上がりました。
というコメントが掲載されていましたが、それに対する読者の声の一つとして、中国製ワクチンの効果が疑問視されていることをご存じないようですね。そもそも台湾ではすでに50万回ほどアストラゼネカワクチン使用されています。今さら日本人の何百人かに優先で接種したとして、どうしてそれが実験台なのでしょうか。あまりに偏っていけ、というもっともな反応もありました。確かにどのワクチンも副作用は懸念されるところですが、おそらく先ほどの日系企業社員の声をでっち上げたスマートフラッシュの記事を書いた本人が、そんなに中国製打ちたいならシノファーム製のワクチンのみを打ち続けたらいいんじゃないですかね。まあそれよりも今回は改めて台湾からの気持ちがこもったお礼、心に染み入りますよね。これからもいい意味での感謝の倍返ししていきたいです。では今回の最後もそんな台湾のお礼に対する日本国内の声をご覧くださいませ。畜生、やってくれるじゃねえか台湾人め。気持ちは十分伝わってるから、そんなんに金使うなと。台湾ちゃんはいつもいつも可愛いね。ありがとね。震災の時にめちゃくちゃ寄付してくれたのみんな覚えてるからね。こういうのってやっぱり台湾だからできることだよな。目頭が熱くなる。困った時はお互い様だからな。傷口に塩塗り込んだり背中から刺して喜んでる国は掘っておこうぜ。ええんやで。例には及ばんよ。いい話だな。どこぞの国に支援すると逆に恨まれるからな。気違いばかりだと普通の人と接した時に感動も大きいな。台湾はお互いを尊重し合いながら付き合えるし、ほんと親しみやすいな。国民性のレベルで波長の合う国だわ。韓国と中国ばかり相手してたからなんか不思議な気分だ。コロナ明けたら真っ先に遊びに行くからな。屋台のうまいやつ頼むぞ。気にすんな。困った時はお互い様やで。ずっともよ。以上、分かり合えるって素敵ですよね。